スーさん、ルアー開発でシャローランナーなどプロットをたくさん作ってると思うんです。あ、これはね、金型使ってないです。もう全部削り出しで、こんなような白いプラスチックの塊に、をよくある。たまにいろんなメーカーさんが出す。ドリルでわーって削って、片側を使って、片側ずつ削ったのを、泉龍吾が自分で手で、ウェイトとか作って貼り出してます。だからまあ10個作るので、金型なしで10個作るぐらいは、まあ1日2日か3日あれば作れるかなって感じですかね。はい。金型めっちゃ高いんで、スネコン220の金型なんか240枚しましたからね。だからもう絶対どんなに売れても採算は、利益にはならないって。金型代の見積もり出た時確定したんですけど、ちょうどトレイシー発売した時で、トレイシーの出荷、ある回の出荷が、まあ当然出れば当然そこに利益があるじゃないですか。そこで金額性に似てたんですよ。だからもうこれをトレードってことでいいんじゃないみたいな感じで。将来、俺が消費者だったら、やっぱり、俺ヤマリアさんとかね、ダイガーさんってかっこいいなと思う。やっぱでかいのやってるんですよ。でかいプラグからちっちゃいプラグまでやってる。で、儲けどころかだけしかやらないメーカーさんもあるじゃないですか。で、ダメとは言わないけど、俺が思うかっこいいメーカーではないんですよね。で、やっぱソルト総合メーカーとか歌うなら、歌ってて、本当に海の釣り大好きなんだなって思うメーカーは、やっぱり、でかいプラグもバン、ヤマリアさんとかバンバン出すじゃないですか。で、あれだけのでかいプラグを揃えていくって、めちゃくちゃ金型代かかるんだけど、それを、多分、一歩一本、まあ、ヤマリアさんなら最初、一歩一本のモデルで黒字化できてるかもしれないけど、ブルブルはね、残念ながらスネコ220、発売して5年経った全出荷量でも多分金型代なんかペイできないですよね、と生産コストから考えると。スネコってめっちゃ、しかもあれ、中が複雑なんで、インジェクションも1回でできなかったりして、ものすごいコストかかるんですよね。だけど、どうしてもブルーブルーの10年後、20年後考えたら、スネコン220っていう、今プラグで一番大きい、あ、まあガチラの方が大きい、長さあるけど、ボリューム感で一番大きいプラグは欲しいよねっていうところで、まあトレーシー、その時、ちょうどトレーシーの出資、まとまった出荷があったんで、トレードオフして作ったんですよね。今はね、あの判断良かったと思いますね。まあ、なんか経営的には綱渡りでやってきたんですけど、それがね、自分はカルマって会社もやってたりで、遊びじゃないけど、まあそういう綱渡りが仮に失敗しても、まあ社員を路頭に迷わせるとか、自分がね、自己破産してひどい展開になっちゃうとかが、可能性としては低いので、じゃあチャレンジしてこうよみたいなね、感じでやってましたね。